はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、委任について解説いたします。今回は委任がどういったものなのか、また受任者の全館注意義務、また受任者による報告、受任者による受領物の引き渡し、この3つを解説していこうと思います。で、まずそもそも委任って何かというと、他人に法律行為を頼むことなんですね。まあ、頼む側と頼まれた側があるわけです。で、頼んだ側を委任者、頼まれた側を受任者という言い方をします。で、法律行為を頼むって書いてあるんですけども、法律行為ってどんな行為かっていうと、権利義務が発生するような行為なんですね。例えば、売買契約を頼むとか、売買契約を頼むことによって、この契約をすることによって、売り主側っていうのは、引き渡し義務だったり、また代金を請求する権利が発生しますね。また、買い主については、引き渡し請求権、また、代金を支払う義務が生じます。まあ、こういうふうに、権利義務が生じる行為が法律行為なんだ、ということですね。で、前回までお伝えをしてきた、請負とどう違うのか、っていうところなんですけども、請負って、完成物があるんですよ。請負人が何か仕事をして、何かを完成させて、それを、注文者に対して引き渡す。引き渡さない場合もあるんですけども、請負には何か成果物があるんですね。で、一方で、委任については、完成物、成果物ってないんですよ。なので、まあ、そのような違いがあるんだ、というところですね。例えば、この売買契約って言っても、何か契約をすることによった成果物、何か作ったとかないですよね。委任された側、受任者が何かものを作るとか、そういったものってないんですよ。まあ、そういった違いがあるんだということですね。で、まず、受任者 B ですね。今回で言ったら、受任者 B。仕事を任された側っていうのは、善良な管理者の注意を持って事務処理をする義務を負います。これ、全館注意義務と呼ばれるものなんですけれども、これどういうことかというと、もう簡単に言うと、人から仕事を任されているわけだから、それなりに注意をしてくださいということです。適当にやるなってことですね。まあ、それぐらいのイメージで大丈夫です。まあ、この点についてはそれほど気にしなくても大丈夫です。任された側っていうのは全館注意義務を負うんだということですね。まあ、これそのまま頭に入れてください。で、続いて、受任者による報告。二つあるんですけれども、委任者から請求があった。どうなってるの？任せたことどうなってるの？っていうふうに請求があったら、その時はいつでも受任者 B は、事務処理の状況を報告しなければなりません。まあ、これは当然かなって思いますよね。で、続いて、委任が終了した場合っていうのは、遅滞なく経過と結果を報告しなければなりません。つまり、事務処理期間中は請求があった時に報告をすればいいですよ。一方で、委任が終了した場合、遅滞なくすぐに、これまでの経過と、また結果、これを委任者に報告してくださいね。っていうことです。つまり上が事務処理期間中ですね。処理をしている途中の話で、下は事務処理が終わった後、まあ委任が終了した時ですね。の話になってきます。で、続いて、受任者による受領物の引き渡し。これがちょっとややこしいんですよ。受任者 B は委任事務を処理するにあたって、受領した金銭や物を委任者に引き渡さなければならない。こう規定されているんですね。で、例えば、委任者 A が B さんに対して、まあ、売買契約を任せたと、委任したと仮定します。まあ、土地があって、まあ、この土地、まあ、売ってきてください、みたいな感じで、委任したと。つまり、B さんは委任された側なので、受任者ですね。で、相手方 C さんと、まあ、売買契約をしたと、言った場合、委任っていうのは、この人が当事者になるんですよ、契約の。つまり、この人が売り主、この人が買い主っていった形になるわけなんですね。代理の場合っていうのは、あくまでも B さん代理人で、委任者 A さんが売り主じゃないですか。でも、委任の場合っていうのは、この人、受任者が売り主になっちゃうんですね。で、そして、この BC 間でこう、売買契約を締結した場合、B さんは、まあ、売り主なので、代金請求権を持ちます。代金くださいよって請求できますよね。で、一方で、
C さんは B さんに対して代金を支払う義務がありますよね。で、代金をもらったらその金銭っていうものは A さんに引き渡さなければなりませんよっていうルールになっているって話なんです。これは任された側だからですね。で、もし果実があった場合は果実も委任者に引き渡さなければいけないっていうルールになってるんですよ。例えばこの代金支払い債務、ちょっと代金の支払いが C さん遅れているということで、まあ利息だったり遅延損害金とかが発生したというのであれば、その遅延損害金とか利息とかも委任者に引き渡さなければいけませんよっていう話なんですね。で、続いて受任者 B は委任者 A のために自己の名で取得した権利を委任者 A に移転しなければならない、まあこのように規定しております。この自己の名でっていうのは、これ受任者 B の名で取得した権利です。で、今回はまあ、土地の所有者 A さんから売ってきてっていう風に頼まれたわけなんですよ。まあ、だから売り主ですよね。で、もしこれが買い主だったと、買いたい人から買ってきてくれって言われて頼まれたというのであれば、委任された人っていうのは、まあ、買い主になるわけですよね。で、買い主になって、まあ、買ってきました。で、所有権を自分に移転登記してもらうわけですよ。その場合、移転登記された土地だったり建物っていうのは委任者に権利を移転しなければならないっていう話なんですね。なので、まあこの A さんが、まあ、そもそも土地を買いたいって思ってたと。で、 B さんに対して買ってきてって頼んだ。で、 C さん、この人がまあ売り主なんですね。で、土地を持っている。 C さんは B さんに移転登記をする。で、移転登記されたものは A さんにさらに移転登記しなければならないっていう話なんですね。 A に移転しなければならない、まあ、これが一番下の内容です。まあ一番下はちょっとややこしいかなって思うんですけども、まあ具体で考えていただければわかると思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話した5つの課題全て解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。